できてるよ。リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。はい、ということで今日はこちらの方をご紹介していきましょう。Are you ready? できてるよ。ということで、はい、こちらクリス・ブリザード・ナックルご紹介していきたいと思います。やっと届きましたね。はい、こちらです。外箱はこんな感じ。仮面ライダークリス・ブリザードに変身、ノース・ブリザード・フルボトル、北斗のね、サンバガラスと、頭のロボットのやつが映っている状態ですね。はい、というこちらですね。で、背面はこんな感じ。ちょっとなかなか映しにくいな。こんな感じ。はい。と裏はこんな感じ。あー、さすがプレ版って感じね。あと上がこんな感じと、こっちがこんな感じって感じですね。じゃ早速開けていきましょう。カッターでね、開けていきますよ。カッターを使うときは、自分に気をつけてください。はい、ということで開けていきます。はい、内容物はこちらですね。説明書一式と、本体ですね。開けていきます。よいしょ。でね、ビルド関連ちょっとなんか、なまったな。ビルド関連のものは全部弟チンに開けているので、これは弟チンのものにはなるんですけども、レビューだけさせてもらうって感じですね。はい、こちらがグリス・ブリザード・ナックルと、ノース・ブリザード・フルボトルですね。いやー、かっこいいね。めちゃめちゃかっこいいよ。はい、じゃあ、比較にね、持ってきた、クローズマグマナックルと、マグマ、クローズマグマフルボトルね。こっちはこんな感じだったんだよね。はい。ドラゴンがいっぱいこう顔が映ってる感じ。こっちはこんな感じね。クワガタ、キャッスル、オール、フクロウね、とロボットが映ってる状態ですね。で、ピン配列は裏は28ですね、ピン配列。これは一応あの他の方のレビュー動画とかもちょっと見て、我慢できなくなっちゃってね、自分の届くの待てなくなってみたら、ロボットと同じフルボトルのピン配列らしいですね。こっちは、29で、ドラゴンのフルボトルと同じですね。まあ、どっちも触れはしない感じですね。はい。で、見た目の比較もしていこうか。こんな感じ。で、こっちは、よいしょ、絶縁シート抜いて、こんな感じの音と、長押しで、って感じね。で、ここで、こうやって。で、バーンって感じね。で、ここ、ここにフルボトルを刺すと、そう、ボトルバーンって言って、ボルケニックナックルって流れる感じね。で、これを変身の時にこういう風にやって、はい、こんな感じで、あちゃ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 あちゃーって感じで流れるのが、まあ、これね。はい。まあ、遊び方としてはそんな感じで、基本的には変わってはいないんだけれども、まあ、付属のフルボトルのデザインが全然違うのと、こっちはもうね、ほら、ちゃんと氷のね、こう、感じが出てて、すごい綺麗。いいね。
で、音声は後でやるとして形の比較だけやろうか。これ触っちゃうとなるから絶縁シートもう一回はめ直し。 OK、 これでならない。こんな感じ。ここが氷っぽくねなってるのと、ここが凍ったような衣装が追加されているのと、ここね、ロボットだったドラゴンだったのがロボットになってるのと、まあ色は違うって感じかな。ここも違うね、この上の部分もね。こんな感じで他の、基本造形は一緒ですね。なのでこの前面のここの部分ね、このパコンって開く部分ね、この部分だけが、衣装が違う感じですね。このそれ以外は造形が一緒って感じだね。うん、でも全然違うものに見える。でこれ私の妄想なんですけれども、V シネマで仮面ライダークローズが出るじゃないですか。なんか龍河が一瞬これ使ってたでしょ、劇中で。ここまだ黒い時ね。で龍河のパワーアップアイテムみたいな感じで出てきてたけど、なんか龍河がこれ両方にこう持ってこうやってね、こうなんかガーって、なんか龍河ってこうやるから、こうやってやる感じをこれで両手で持ってガーンってやって溜めて両手でナックルしてそうなイメージがね勝手にある。やってくんねえかな V シネマで。はい、ということで見た目の比較はこんな感じ。とりあえずじゃあ、こちらの、クローズマグマに関してはちょっと置いときます。じゃあこっちの音声聞いてきますか。で、説明書、説明書、よいしょ。あ、説明書折れちゃった。はい、いろんな遊び方があるみたいなので遊び方をちらっと見ていきます。ナックル遊び、ナックル遊びは普通にグリップを持ってここを押して遊ぶって感じですね。で、攻撃遊びモードがありますね。チャージボタンを単押ししてナックル攻撃が鳴る。じゃあ鳴らしていきましょう。ああ。なるほどね。で、これ長押しすると？仮面ライダークリス。お、あれ？剣山。あ、はいはいはい。チャージボタンを長押しするとセリフモードになって、仮面ライダーグリス剣山というセリフモードに移ると。で単押しでセリフが流れると。あ、じゃあマグマの時のずっとこうやって押してため攻撃っていうのはここではできないんだ。なるほどね。でもう一回やると、エボルトは俺の逆鱗に触れたとセリフが流れて特殊セリフモードになると。で、特殊セリフが1から4がなり、さらにチャージボタンを押すと、1のナックル攻撃用に戻ると。あー、なるほどね。これをもう一回押すと、エボルトは俺の激鱗に触れた。やっぱめっちゃかっこいい。そしてあ、これで戻るのね。なるほど。とあとはナックル必殺技モード、必殺技遊びか。あ、ボトルを入れて、遊べると。ボトルキーンってなって、あ、はいはいはい。これでチャージボタン長押しすると、チャージ音が流れてって感じかな。先にそれやっちゃうか。セリフはゆっくり聞きたい。ボトルキーン！ボトルキーンですね。いいね。あ、お、刺さっちゃった。ガチガチカチカチ、うん、カチカチか、カチ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 ーンだって。じゃあちょっとチャージしてみます。あ、チャージ音も全然違う。そしてはいはいはい、こんな感じになるわけですね。かっこよ、かっこよ。グレイシャルナックル。なるほどね。で、そうそうそう、こっちに
ロック解除ボタンがあるのでロック解除をして外すことができます。やっぱめっちゃかっこいいじゃん。じゃあセリフモード遊びをしていきましょうか。あとはこうあれだね、ベルトにつけた時の遊び方が書いてますね。あと特殊変身遊びもあるみたい。特殊セリフモードにしてから刺すと。あ、なるほどね。はいはいはい。じゃあお手面にねセリフがいっぱい書いてあったのでセリフも見ながらやっていきましょう。全部で、セリフ一覧で42個。じゃあ42個流していきますか。では仮面ライダーグリス剣山。はい、これでセリフモードに入りました。押していきますね。スピーカーこっちはこう向けながらやった方がいいかな。心の火、進化だ。進化を燃やしてぶっ潰す。かっこいい。進化を燃やしてぶっ潰す。これが1音目ね。2音目。さてと、祭りの始まりだ。あー、かっこいい。まあただ私祭りと聞いてしまうとね、朝倉たけしを思い出してしまうんですけど、ここか祭りの場所はみたいなね。高揚、動乱、熱狂、誰が俺を満たしてくれるんだよ。いやー、サバタリカズミ、いやー、かっこよすぎる。もうセリフ一個一個がねかっこよすぎるんだよな。これだ、俺が望んでたのはな、こういうバトルなんだよ。かっこいい。最大無限極致、これが俺の力だ。このあの漢字2文字のものを3つ言うのがすごい好きなんで、高揚、動乱、熱狂っていうのもそうだし、最大無限極致っていうね、これが俺の力だっていうのがめっちゃかっこいい。いや、いいね。次、6音目。あの女、やっぱりそうだ、あの子は見えたんだ。見たん推しだからね。いや、いいね、そういう音声も入ってるの最高。見たんはな、みんなのアイドルなんだよ。はい、次は8音目。お前は何も悪くねえ、敵も味方も死なせねえなんてただのザレ事だ。俺は目の前で何人もの命が奪われるのを見てきた。それが戦争だ。あいつだって命をかける覚悟はできてた。弱いから負けた。それだけだ。お前のせいじゃねえ。ああ、青葉がやられた時のシーンの音声ですね。ハザードで殺す気なかったけど殺してしまったっていうところ。あそこはすごく悲しい気持ちになりましたね。いやあ、仮面ライダービルドって話が重いんだよね。だからすごいセリフに重みがあるね。次。けど、あいつが俺にとって大切な仲間だってことに変わりはねえ。だから、俺は進化を燃やして、お前を倒す。いやあ、かっこいい。そう、お前は悪くねえって言ってるけど、でも自分の心情を曲げないっていう、その、沢渡和美、和美の心の意志の強さっていうのを感じるんだよね。だから、進化を燃やして、お前を倒す。っていうところが本当にかっこいい。やばいね。いいセリフだわ。逆襲、反撃、復活の呪しだ！かっこいい。あ、次の好きだ。熱情、劇場、無情、俺の前にひれ伏せ！熱情、劇場、無情、俺の前にひれ伏せ！かっこいいね。次もかっこいい。灼熱、発光、照射！まだまだ燃え足りねえ！いやー、いいね。まだ12音目だよ、これ。次、13音目。乾杯、だな。では、14音目。何があっても一緒だ、バカ野郎。はい、次が15音目。沢渡和美、29歳、独身。ネットで初めてあなたと出会った時から進化を燃やしてフォーリンラブでした。あ、握手してください。あの、ミータンに出会った時ですね。では次。5万。あ、5万、安いっすね。5万安いっすね、はやばいんだよな。では次、17音目。俺たちと手を組まねえか。お前なら俺たちの進化に魂
コートにね、力を貸す時のセリフですね。というわけで、今日からトートで世話になることになった。沢谷和美だ。カズミンって呼んでくれ。お前はダメだ。お前はダメだは、リュウがですね、エビフライって呼ばれてましたね。あれ、なんか、あれだったらしいですよね。あれ言ってるけど、アドリブだったらしいですよね。パンジョー役の方と、沢谷和美役の方の二人でね、アドリブでやってたみたいですね。赤楚さんと、武田浩平さんか。赤楚さんの下の名前が思い出せなくなっちゃった。赤楚さん。ごめんなさい、下の名前は後でちゃんとまたググっときます。はーい。では次。なんで逃げなかったんだよ。バカ野郎。そうだったな。頭悪いくせによ、誰よりも仲間を優先して、結局自分が損をするけどな、マサル。そういうお前を誰よりも誇りに思っていた。赤羽のシーンですね。わかるわけねえだろ。仲間のありがたみを知らねえ奴の気持ちなんてな、知りたくもねえんだよ。シュウヤ、ショウキチ、マサル、お前とはな、背負ってるもんが違えんだよ。いや、かっこいい。以上、工場、激戦、今の俺はな、負ける気がしねえ。いやー、この負ける気がしねえの部分もいいね。覚悟決めろよ、これ。食らいやがれ。いやー、いいね。では次。見たか、これ。ではその次、24問目。敵は取ったぞ。では25問目。ミータンが寝ているところのシーンですよね、これね。では次。俺の考えに従ってもらおうか。俺たちの仲間になれ。いやー、ヒゲですね。氷室玄徳さんに言ったところのシーンですよね。これからも赤羽をやったことは許せねえだろう。けどな、あいつらが言うんだ。そんなことにこだわって頭ちっちゃいなって。いやー、ここもねすごいよね。だって自分の仲間をやった人を仲間に迎え入れようとするんだよ。かっこよすぎるって。やばいね。では次です、28問目。今すぐじゃなくてもいい、俺たちは待ってる。あー、かっこいい。では29問目。おいヒゲ、国を束ねられるのはな、親父さんだけじゃねえはずだぞ。いや、いいね。次30問目。お前らもラブ&ピースのために戦ってくれるよな。31問目はめっちゃ長い。誰かを守るため、相変わらずザレ事のオンパレードだな。けどどうやらお前に毒されちまってようだ。悪いな、そっちに行くのはもう少し先になりそうだ。支配なんてされてたまるかよ。戦場が宇宙規模になろうと誰が敵であろうと関係ねえ。戦ってやろうじゃねえか。うわー、愛と平和のために。いくぞー。いやー、最後の覚悟をね決めた瞬間ですよ。戦うための覚悟を決めたセリフがめっちゃかっこいい。次です。32音目。狂人、不当、不潔、誰が俺を満たしてくれるんだよ。いや、かっこいい。では次、33音目。最初はただ故郷のため、仲間のため、
そう思ってた。けど今は違う。俺は仮面ライダーになったことを宿命だと思ってる。では次、34問目。もう変な声しか出ませんよ。あ、何ですか、この神々しいまでのフォルム。こいつ、つまりミーターを抱きしめてもいいという公式の許可が下りたってことですよね。なんて素晴らしいアイテムなんでしょう。あ、素晴らしい。では早速進化を燃やして、あ、チューから行かせていただきーす。あざーす。武田浩平さん、この音声収録するの楽しかっただろうな。いい音声入ってますね。では次、35問目かな。余計な気遣いやがって。俺たちは仲間だろ。いや、かっこいいね。いや、もうかっこいいしか出てこない。もう語彙力の低下がやばい。え、てかすごいテンション上がってる。あの、ここにいるりんちゃんの顔からは想像できないほど、あと笑顔にしとこう。いや、めちゃめちゃすごいって。本当にやばいやばい。笑顔にしよう。今笑顔になった。笑顔だぜ。へへん。次。勘違いすんじゃねえぞ。俺たちはな、生きるために戦うんだよ。はい、次、37問目。時計坂へ。そんなもん誰がすると思った。いけいいシーンだ。あー、こっからがちょっと悲しくなってくるセリフですね。では36問目。ん、違う、38音目か。俺に強化アイテムを作ってくれねえか。いやー、ここのでもセントのセリフも好きなんだよな。ほらっつって、これ番長のためのアイテムじゃねえのかって言ったら、これはもともとお前の強化のために作ったんだって。ただお前がハザードレベルを上げるためにっていう、あのね、あのハザードレベルを上げるために実験にね、実験をしたからって、だから渡せなかったんだって、だから武器として使ってくれって、変身アイテムに使ったら消滅するって言ってね。世界を救うためなら命を懸けて戦うのが仮面ライダーだろ。あいつらはもういねえ。俺がどうなろうと。で、俺がどうなろうとって言った瞬間にセントが、お前がいなくなったら俺たちが悲しむっていう、そこがすごいいいんだよ。で、それに対してこれね。心配すんな。これはビルドドライバーに刺すもんだろ。俺、スクラッシュドライバーしか持ってねえしよ。この嘘さ、本当にこの後ねって感じ。はい、では次。本当に俺の花嫁候補がいるんだろうな。あー、これはあの世界が改変された後の世界ですね。俺はな、お前らみたいにそう簡単に惚れたりしねえんだよ。かわいい。はい、という42音。いやー、ゆっくり聞きすぎてこの動画すごい長くなりそう。では次の、特殊セリフモードで音を鳴らしましょう。エボルトは俺の激鈴に触れた。これはあの変身する前ですね。グリスブリザードを使う前のセリフが4音入ってますね。赤羽、おめえの名前はなんだ。大山マサル。目の前で散っていったお前の顔がな、今でも夢に出てくるよ。そう、偽物のね、サンバガラスが目の前にいて、その例で戦ってるシーンなんだけどね、一人一人に対して言ってるセリフですね。次が青葉に対してですね。シュヤ、お前を死なせたことはな、俺の一生の傷だ。はい、シュヤに対してですね。そして次、キバに対して。小吉、お前の最後のぬくもりはな、これから先も忘れることはねえだろう。いや、4音目今ね、このこれセリフ載ってるんだけど、セリフ見てもうちょっと泣きそう。やばい。悪いな、戦闘約束破るわって、約束破るわって言って手にこれ持ってんのよ。で、これを持って
いやー、この状態で変身しますか。変身しちゃいましょうか。通常モードにして変身しましょう。ちょっとね、あのセリフを私が言いたい。悪いな、戦闘。約束破るわ。で、これを腰につけて、これをね、カチッってやって、ここに入れます。で、これを倒した状態で、こう倒した状態で、これ電源ついてる？電源ついてるね。ここに入れます。ちょっと待ってね。なんか、触らさったみたいだね。もう一回やりましょう。ああ、いいシーンを再現ちゃんとできない。できてるよ。かっこいい。もう一回やりましょうかね。やばい、かっこいいわ。こうやって持って入れて、できてるよ。この今リンちゃんの手でねやらせていただきますけど、 Are you ready? できてるよっていうセリフがめっちゃかっこいいの。 Are you ready? できてるよはもう本当にやばい。じゃあセリフモードでやってみましょうか。クリスレッド。よいしょ。では仮面ライダーグリス。もう一回。ケボルトは俺の逆鱗に触れた。この状態にしてからボトルを刺します。ボトルキープ。そしてグリスブリザード変身します。なりましたね。燃やしてぶっ潰す。やべ、かぶっちゃった。進化を燃やしてぶっ潰す。いやー、かっこいいね。もう一回やりましょう。あ、でも一回やるとこうなっちゃうんだ。はいはい、もう一回やろう。じゃあ仮面ライダーグリス、剣山エボルトは俺の逆鱗に触れた。この状態だね。
もう一回やりましょう。いやー、ここがやっぱかっこいい。はい、これですね。特殊変身モードにして、Are you ready? できてるよ。激闘進化グリスブリザードガキ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 ーンで、進化を燃やして、ぶっ潰すって言ってて、で、この状態でチャージボタンを押すと、特殊セリフが、全10音流れます。じゃあ10音聞いていきましょう。助かりそうもねえんだ。いや、最後のところですね。あとは頼んだぞ、セット。三音目。ミータンが最後の大舞台を見てくれるんだ。全力でカッコつけねえとな。スト、更新、洗礼。これが最後の祭りだ。5目。そろそろ潮時みてえだな。6音目。見た、戦闘龍が沢さん、いいえ、お前らのせいでこの世にだいぶ未練が残っちまった。ありがとうな。やばい、かっこいいな。次、8音目、やばいな。最後までグリスかよ。だってこれ、さ、ミータンのセリフが蘇るよ。ミータンがさ、呼べるわけないじゃんって。どっか行っちゃうと思うからって。だからもうグリスだよって。いやー、ミータンのあのセリフ、いや、ちょっと泣きそう。で、最後の第10音目ね。推しに見とってもらえるなんて幸せもんだな。あいつらに、あいつらに自慢してやんねえとな。いやー、やばいね。で、あとは必殺技が2音、遊び方とあって、じゃあその2音を見ていきましょう。ツインアイスってなるまでやると、グレイシャルフィニッシュ。軽く回すと、はい、っていう感じですね。だから長く回すと絶対にツインアイスになります。っていうところですね。じゃあ最後は締めにもう一度変身しておきましょうか。できてるよ。
はい、ということでね、今回はこちらのグリス・ブリザード・ナックルのご紹介でした。いやもう変身やるたんびに Are you ready? って言われたらできてるよって言いたくなっちゃう。もうね、それぐらいやばいね、これね。いやー、いいものを買いました。これ弟チームも喜んでくれるでしょう。はい、ということで今回はリントのお宝ということで、こちらグリス・ブリザード・ナックルのご紹介でした。以上、リントでした。長い動画になっちゃったけど、最後まで見てくれてありがとうね。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。